このチャイニーズチキンテリーライス、チキンテリーお一つ、はい、本日やってきたのはラッキーピエロ瞳店。ラッキーくんの人形がなくなりました。なんかの修理中でしょうか。函館に17店舗あるラッキーピエロ、函館市民はもちろん観光客にも人気。ラッキーピエロといえばハンバーガーが有名。チャイニーズチキンバーガーはダントツで人気がナンバーワンです。有名すぎて紹介されまくってます。なので函館 YouTube が紹介するのは函館市民らしく、メディアにあまり知られていないメニューを紹介します。そのメニューを知ってるよというそこのあなた、さすがです。瞳店はちょっと他と違ってて、ここにしかない商品を注文していきます。このチャイニーズチキンテリーライス、チキンテリーお一つ、はい、このペリーライスというのはとにかく大盛りで一皿で人気の商品を楽しめます。その代わりデカ盛りなので、これを食べきれたらその日はお腹いっぱいになると思います。餃子半額。あ、そうなんですね。じゃあ、あと餃子も一つください。ワン餃子入ります。餃子お一つで大丈夫です。以上でよろしいですか。はい、お召し上がりです。サービスデーがいっぱいあります。店舗数も増えました。ペリーライスがやってきました。それでは料理が来たので食べていきたいと思います。いただきます。チャイニーズチキンが3個、そしてラッキーピエロのカレー、これが大きなコロッケ、そしてラキポテがついてきて、本日おすすめの餃子、本当にすごいボリュームです。